はい、今回のスタート地点はですね、道の駅阿久根の横からでした。今日はですね、2023年4月の3日、時刻はね11時40分。今日はですね、国道3号線をひた走りますよ。ひた走るんだけど、ちょっとね、喉がね、わかりますでしょう。今ちょっと、ガラガラ声じゃないけど、喉がですね、なんかね、ちょっとあれしてよ、なんかちょうだいって喉が言うもんですからね。いただきますからね、喉をね、喉じゃなくて雨、あれですよ。ちょっと待ってね。チャカチャカ音がしてますかね。これね、前歯でね、パッケージをね外してると、ゆっくりしますからね。何だと思いますか。硬いでしょう。硬いなって分かりますよね、音でね。これね、特のミルク、塩飴やったっけ。ちょっとそれはもうパッケージは捨てたもんですからね、あれだけど、それ。うわー、この左側をこう分かるでしょう。もうちょっとじゃあ左ちょっと、ああ、もうここからは見えないか。あれですよ、紺碧の海に近い。やっぱり外海は違いますね。今のあれ、店屋さんの軒先には、あのちょっと日よけのためのあれがありましたけど、ボンタンがずっとでっかい袋に入れて、45リットルですかね、あれぐらいのね袋に入ってですね、並べてありましたよ。そうだ、何を喋ろうかなと。いや、雨の前にあれでしたね、何かね、こう車の中で、いわゆるドライブ中にですよ、こう話が一つの流れ、一つの動画の中で一つの話題をというのですね、あれをピックアップしてた。あそこに、ね、信号赤け、いや違う、あれはJR の信号ですね。今度信号で止まった時、それをちょっと出しますからね。いやね、これね、カメラほら、まあ左に振ってもいいけど、振りましょうか。あ、ちょっと振り遅れですね。いや、それでも映らない、目ではですね、チラッ、あれですよ、カメラでいうところのシャッタースピードをですね、125分の1ぐらいにして、クシッってこう撮るわけです。ほんでそれをもういわゆる残像という形で楽しんでるんですけど、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。今日はだけどまっすぐ行きますよ。今日はね、なんでこうまっすぐ行くかというとですね、出発点はですね、あそこですよ、国道3号線の、まあ、終点でもあるんですけども、照国神社のですね横からですよ、ずっと。ですからこのあそこを出発して国道3号線をずっと上がっていった方々っていうのは結構多いと思うんですよ。で、その頃の、まあ何年か前にしてもですね、最近にしても、
季節が違うかもしれないし、まあ自分のリスナーさんですよ、リスナーさんの記憶の中にある国道3号線と今日の国道3号線どう違うかっていうのをですね、まあ見比べながら、ああもうちょっと待ってね、あれ、ちょっと待って、これはね違った。これはね、あれどこやったっけ？後ろ座席かも。もういいですよね。いやなんか印刷したのがこうありましたので、それを後から見て。はい、もう海がちょ海があるですね。ずっとその皆さんに、見比べていただきたいっていうのと、もう一つはですね、この右左もこの辺りもまあ通りたいわけですよ。まあ左寄りに行けばさっき海岸線があったでしょう。でそうした時に、ここは西目郵便局でありましたけど、お手左にほら西目小学校、あここは道路沿いですね。でたまにこういう、ここ3号線からずっと1キロぐらい左の方にその何々岬とか、それから今あったみたいに小学校とかですよ、中学校とかあったりする時に、基本のこの3号線沿いをずっと走った動画があると、私がですね、あそこを左に行けばいいんだな、あそこを右に行けばいいんだなっていうのがですね、わかるわけですよ。まあ魚の標本でいうと、その尻尾からずっと頭までこう行って、ああここあたりに行くと魚の、乾燥があって、浮き袋があってっていうようなのがわかるみたいなもんでですね、で今までなかなかそういう発想がなかったもんですからね、いや単純すぎるでしょう、ずっとっていうのもですね、だからあんまり単純っていうのが好きじゃないもんですからね。だけどやっぱり単純は基本ですからね、基本は単純っていうかですね、ただ思ったよりちょっと時間がかかりましたね。いや友達にですね、友達はいるんですよ、国道3号線の沿いに。でそこに彼に電話をして昼飯を食べようかっていうのを船内館ですよ。だからちょっと遅くなると彼が先に昼飯を食うかもしれないですからね。だからこれにここでは書けませんけど、ちょっとハンズフリーの用意をしておきます。っていうのは向こうから電話かかってくるかもしれん。ひょっとしたらですね。もしかしたら次のこの動画が終わる、どっかそこあたりで信号で止まった時に彼に電話するかもしれない。いや相手の名前言うのは分かりませんけどね、どうせあれですよ、何時にどこどこにあれするけど予定はいいけってやつですね。思ったよりはね、本当国道3号線沿いには桜がないですね。だけどいい天気ですよ。
あ、それとですね、ついでに言っとこう、あのこの GoPro10 っていうか、その GoPro 自体はですね、熱に弱いですからね。あー、JRJR、ヤッホー、すいませんね、JR が来たらですね、っていうか、もう電車とかですね、そういうものとですね、今何分け、あ、今の、今ね、11時50分だからね、今のうちちょっと電話しておきますね。ちょっとその前に、この、あれ、いや、彼もね、あの、ちょっと待って、ね、忙しいですからね、出ないかもしれないし、出るかもしれない。あ、撮影中かも。あれ、ここスイッチはどこやったっけ。あ、切った切った、切れました。撮影中のがあるんですよ。ですからその時はあの出なくてもいいと、いや、律儀な友達ですからね、大事な撮影中でも、ごめん、今しょっちゅう手がでけんがおうって言われる、あれですから、この前もうその時はあの出なくてもいいですよ。んで時間が空いた時に電話をくださいっていうふうに言ってありますから、多分撮影なんでしょう。あ、この辺りあるですね、桜、今左の、あら、ここは鳥越市中だ、ほら。あ、今ちょこっとしか映らなかったかもしれないけど、あの家の取り壊し中だったんですよ。ほんで昔は私なんかの小さい頃はもう人海戦術だったですもんね。昔の家を取り壊すってところあんまり見たことないけど、要するにあの屋根を、屋根じゃない、あの屋根瓦、あれもね、手渡しですよ、手渡しで、屋根の上に登ってる人が屋根の、あの、あれを、瓦を剥ぐでしょ。で、それをですね、手渡しで、軒先、要するにの屋根の一番下の方、あそこまで持ってきて、ほんで、それからこう、階段、いや、階段じゃない、あの、なんけあれは。はしごがあって、そこにまた人がって言われてですね、まああの使える瓦だったんでしょうね。私なんかが小学生の頃ですから、トンビ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 、気持ちよさそうに飛んでますよ。ほら、トンビがくるり、ちょうど画面の上ってどうですかね。もうちょっと下に降りてきてよ。ああ、右の方に行きましたね。要するにあのセメント瓦ができる前の瓦ですから、で多分家を取り壊すっていうことは、そこを販売するんじゃなくて、そこにまた新たな自分の家、民家ですよね、を建てると。で多分その瓦は再利用するあれだったと思います。ですから瓦一枚こう下ろすのに10人ぐらいいたんじゃないですかね。昔はの何ですか、大工さんが建設会社っていうんじゃなくて、あくまであれですよ、私なんかが小学校の頃ですね。ですから何年、60年以上前、65年ぐらい、
65年じゃ恐ろしいですよね。いや、なんでかっていうと、あのほら、ライト兄弟が初めて、人類史上初めて空をこう、人力で石を持ってとこう飛んで、グライダーみたいじゃなくてですよ、飛んで、それからあのアポロ11号が月に着陸して、人類が初めて地球を歩くまでが66年ですから。ですから私がさっき言った家の取り壊しの技術にしても、やっぱりそれぐらいの進歩っていうのがあるんでしょうね。でも今見た時に、多分あそこあれ自宅の取り壊し、次何ができるか分かりませんよ。だけど今思ったのはですね、人力じゃなかったっていうことですよ。ショベルカーみたいなのがこう柔らかくギューって、ですから昔もショベルカーで壊してるの見たことありますよ。だけどね、今みたいにですね、チラッとしか見えなかったし、私もチラッとしか見えなかったんですけど、今みたいに壁に沿ってじーっという、ショベルカーということは、それぐらいの細かい作業ができるようになったんだなっていうのが一つとですね、まあ、気になった方はさっきのところ、に、U ターンして、映像的にですね、 U ターンしてストップモーションで見てください。水をかけてる人がいたんです。水を、要するに昔はですね、ああいうような工事があるとですね、埃が、そこの家が多分30年40年分のですよ、埃が天井裏にあったりですね、もう家全体にあったり、雨どいにとか、そのとか瓦の隙間にもう何十年分の桜島の荒廃のあれがたまったりですね、まあこの辺はあまり来ないと思うけど、鹿児島市内の場合ですね、ほんでそこにですね草が生えたりしててですね、とにかく瓦一枚あれするにもですね、埃があれするあれがあったけど、それに対して埃が近所隣のに来るっていうのに対してですね、文句も出なかったんですよ。だけどあれですよね、今のあれを見てると、やっぱり近所隣からは、もう昔から知ってるから、この辺りはですよ、多分文句は言わないと思うけど、その言われる前に、何ですか、解体作業には必ずもうああいう水をまいて、ほこりが近所に舞わないようにしなさいっていうのがあるんでしょうね。でそれもちゃんと、解体費用に含まれてるんじゃないかなと思いますが、いやいや、一つの動画の中で、まあ、と大した話じゃないけども、話をするとですね、これが誘い水になってですね、今まで思い出さなかったこうエピソードとかですね、光景とかですね、そういえばあの時あいつはあんなことを言ったみたいなのがですね、うっすらとですけどね、出てきますよ。あ、これはいいですね。ですからこれを続けていくと、一人喋りができるようになるかもしれない。地方のあれですよ、こういう3号線とか15号線とか225号線226号線もたまにはずっとまっすぐもいいかもしれませんね。あ、ここですか。ここがね、左が折口駅って書いてある駅があるけ。
はい、ということですね。そしてね、この動画はですね、この辺りでお開きになります。ありがとうございました。